国土交通大臣は日本の国土交通省の名が及び主任の大臣たる国務大臣。通称は国交省、略称は国交大臣。国土交通省が所在する中央合同庁舎第3号館日本の国土交通省の主任の大臣である。国土の総合的、体系的な利用、開発、保全、そのための社会資本の整合的な整備。 交通政策の推進等を担う。また、国土交通大臣に就任した者は、国家安全保障会議設置法に基づき、国家安全保障会議の議員に就任する。過去の運輸大臣、建設大臣、北海道開発庁長官、国土庁長官の職務を包括する者として、2001年の中央省庁再編とともに置かれた。自公連立政権では、第二次、 小泉内閣までの小泉政権や第一次、自公政権末期の福田康夫改造内閣及び、麻生内閣といった一部のケースを除くと、公明党所属議員の指定席となっている。2012年12月に、民主党から政権を奪還して成立した第二次、自公政権以降、第二次、安倍内閣から、現在の菅義偉内閣まで、大田昭弘、石井圭一、 赤羽和義と公明党所属議員の就任が続いている。英語での故障については、ミニスター・オブラント、インフラストラクチャー、トランスポートツーリズムとされている。2001年に国土交通大臣が設置された際、英語での故障は、ミニスター・オブラント、インフラストラクチャートランスポートとされていたが、観光庁の設置が正式に決定されたのを機に2008年に解消された。 国土交通省の外局である海上保安庁では国土交通大臣機を制定している。旗のデザインについては2001年の異名通達国土交通大臣機についてにより定められている。海上保安庁の船舶に国土交通大臣が乗船する際には必ず当該の船舶に掲げられる。また海上保安庁以外の船舶が大臣機や長機、 上官機などの海上保安庁の旗に類似した旗を掲げることは海上保安庁法により禁じられている。ありがとうございます。